越しやす三条名店街、今回は永楽屋細筋伊平商店さんに伺いました。ご創業がなんと1615年ということで、来年創業400年を迎えるそうです。さあ早速お話を伺います。こんにちは。お話を伺いますのは鈴本愛さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、来年ご創業400年、はい、そうですね、はい、ずっとデザインを募集されてましたが、はい、まだ募集されてるんでしょうか。そうですね、12月31日までの消印有効になりますので。そうですか、はい、じゃあ私も今日家に帰って何か考えたいと思います。はい、ぜひお願いいたします、はい、さあ新年を迎えるにあたって、はい、いろいろ、まあ、新年にふさわしいそういう手ぬぐいも、はい、ディスプレイされていますけれども、はい、ちょっとおすすめを、はい、伺いたいんですが、まず目を引くのが羊年、はい、そうですね、羊ですよね。はい、はい、ニューとありますが、はい、これはどういうものでしょうか。そうですね、今年の、11月頃に発売しました新しいお柄になっておりまして。そうですか、はいはい、切れ取りで羊を表現させていただいております。切れ取りと言いますと、はい、そうですね、こちらさまざまな松とか、はい、梅とか縁起のいいお柄の柄をつなぎ合わせて切れ取りというんですけども。そうなんですか、はい、これはなかなか本当に興味深いというか、はい、柄を一つ一つ見ているだけでもなんか面白いなっていう、そんな感じなんですが、はい、字が赤で非常におめでたいという感じも醸し出しています。はいはい、これは14代の新柄ということです。はい、それから私さっきから気になってるんですが、はい、この液晶クロスというのが、はい、これは一体何なんでしょうか。そうですね、ちょっと違う柄にはなるんですけど、はい、こういったちょっとツルツルした素材になってまして、あ、はい、携帯の画面とかメガネとかそういうツルツルしたところを拭いていただくようなものになってます。あ、そうですか、はい、よくそういう液晶画面を拭くものは、はい、ブルー一色で、あ、そうですね、割とシンプルなものが多いんですが、はい、いいですね。そうですね、たくさんお柄もありますので、本当ですか、はい、これははい、お土産にもちょっとしたプレゼントにもなんか喜ばれそうですね。はい、はいはい、そして、その他にも、はい、こう新年にふさわしい柄というのが、はい、あちらが富士山ですね。そうですね、はい、ちょっと近づいてみ、はい、見ましょう。はい、これは紫色の富士山なんですが、あ、そうなんです、一富士二鷹三なすびをイメージした作りになってまして、引いてみていただくとちょっとなすびが見えてくるかなって、はい、なすびと鷹と富士山、そうですね、まあ、おめでたいそういう手ぬぐいです、はい、はい、来年もいい年だといいですね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。